ちょっと今確認してますえっ、ー、と思ってそんなことあるっていうちょっと確認いたしておりますので皆様お待ちくださいませあ二重受付もう出てたわ4月12日から4月17日だ しない方がいい方がかとん何が確認よ2部とも SS 席と S 席どちらも投げて一部の S 席だけの当選でしたって。 病棟化するためだと思うので詳細は伏せておきましょういやこれはあの詳細とか病棟化とか別に何にもなくて S 席は正直制限かけないでほしいって言ってて SS 席が前2列だけど S 席は得点もつくし私どちらも行くから前回のイベントは S 席も制限あったんですよ数がでも S 席は制限かけないですしって言ってたんだけどめっちゃみんな落選してる。 今回はお土産がつくのでね二重受付は4月12日から4月17日です4月12日から4月17日までの5日間皆さん絶対に見てください来てね どどちちちらももで頑張りますどっちも落ちたそんなことあるいやでも正直あの通常席もあの手渡しはないけどお見送りはあるので手渡しはないけどお見送りはあるよみんな。 優しいめっちゃ書いてくれてる「二次申し込み受付」4月12日から4月17日です皆さん二次申し込みお待ちしてます本番当日はあの5月4日です5月4日に。 あなんか間違えたやらせていただきますえなんかめっちゃ汚いんだけどこのテーブル <laughs> ちょっと待ってなんかすごい落ちくてかこれ汚いのもしかしてさ昨日私が食べたポテトチップス <laughs> えなんか目では全然ポテトチップス見えないのにこうやって手伸ばすとなんかくっついてくるえここさ私しか来てないんじゃないなんでこのテーブルこんな汚いのと思ったけど私しか座ってないんじゃないちょ待ってでも肉眼じゃ見えないんだよ。 肉眼じゃ全く見えないのにさっきからこうやって肘つくとめっちゃなんかつくのえっ、うん、私のせいならいいわ逆によかったわ被害者が私で <laughs> 私のえなんかちょっとポテトチップスな気がしてならないよかったー逆に被害者は私で 他のメンバーにあれしなくてよかった。<laughs> であとファンクラブイベントの2時が4月12から17なんですけどカフェイベントの。 ちょっとあの繰り上げ当選の連絡が皆さんんももしかししかかたら行くかもしれません私が行けないんですけど私があのコンビニ決済の当選した皆さん何日までに振り込みよろしくお願いしますっていうお知らせができてなくてコンビニ決済の方が毎回一部ずつ一部一人ずつぐらいちょっとあの忘れてしまっている方。 がいたりあとクレジットカードとあのちゃんとうまく紐付けできてない方とかそういう当選したんだけどあの当選がちゃんとできてなかったみたいな方が一部に1人ずつぐらいちょっといたので近々もしかしたら繰り上げ当選の連絡が来るかもしれませんので。 皆様まだ4月8と9の予定を入れずに待っていてくれると嬉しいです握手会でもめっちゃ外れたって方いっぱいいたからさあシーカーさんハートいっぱいありがとうこれはハートの魔法のステッキかな 5月のカフェイベントの申し込みはね4月ぐらいになると思います <laughs> そういう事情でいつも当たらないって知らずにいる方いたら残念よねえ本当にそうなのあのね当たったよって話してたファンの方とかも。 超なんかクレジットカードがうまくひも付いてなくて当たってるんだけどあの落選になっちゃってるって方結構いるので皆さんちょっともし何で俺私こんなに応募してるのに当たらないんだろうと思ってる方がいましたら一旦クレジットカードの確認していただいたら嬉しいかも。 あととまあ、コンビニ支払いはちちょっと忘れちゃうよねしかも私はさもう言えなかったから今回何日までだよーって申し訳ないなんかさ私すごい前髪伸びてさわあ伸びたなと思って切ってないのになんかすごい今長さとってもいい感じ。 今日は朝ごはんにファンの方がくれた五五一の肉まんとエビシューマイを食べましたありがとうなんかつるとんたんのうどんもファンの方がくれたよってママが届けてくれるみたいで嬉しすぎる五五一の肉まんと五五一の肉まんもだし。 ルトンたんもありがとう一部はダメだったけど二部当たりましたって嬉しいちょっと一部は皆様二次でどちらか外れてしまった方は二次申し込みでお待ちしてます待ってます 八百二十二日連続ありがとうございます。八百二十二日連続ありがとう。私さ一回寝落ちしてさ三分しか配信できなかった日あるからさなんだっけ。 3分しかできなかったから1,000日が9月2日になった気がするなんとなく9月1日に1,000日迎えると思ってたけど多分2日になったよね申し込みのやり方が分からず困ってますって。 申し込みはね、あのね、ファンクラブのサイトからできます。ファンクラブの、私 X に多分リンク載せてると思う。また載せるね。ちょっと今回、当落の発表が出たから、みんな2時でまた申し込みしてねっていう意味を込めて。 二時はね SS 席の申し込みはないと思うさすがに S 席はあると思うけど SS 席のめ申し込みはないと思いますちょっと確認させてくださいちょっち 一部当たって二部は外れたって。一部落選したので、二次申し込みします。待ってます。みんな、お願い、本当に絶対してね。あ、千日八月三十一。千日八月三十一。嘘だ。 前言った時みんな9月1日1,000日だよって言ってくれて私が1日寝落ちして3分しかできなかったから毎日配信できなくてええ待って待って1,000日8月 31? のままみたいえなんであれなんでなんでおかしいな。 なんか日付が前倒しになってる今年もしかして少ない日数そういうことうるう年だから多いのか 多いから9月1日じゃなくて8月31日になったのかなあそれは嬉しいな前倒しになるのは嬉しいわ千日配信はちゃんと配信したいなと思っててあの特別配信をゲストとか呼んでだから絶対にずーっと 絶対にあの1000日は超えたいんですあともし配信できなかったチケットが6日分ぐらいある6日分ぐらいあります配信できなかったね残念でも許すよチケットが。 んじゃあちょっと残りたぶん5分ぐらいで呼ばれる気配が感じる8月末かまあ9月。 だからまあ約半年後かなでも25歳のうちには無事に達成しますということで嬉しいな <laughs> 達成してないのに <laughs> まだあと170日以上あんのに <laughs> 達成する気満々でいる <laughs>。 そうですとりあえず二重受付は4月12日から4月17日です4月12日から4月17日ですので皆さんお待ちしてます170日をさ連続で続けるって結構すごいことなのにさもうなんかできる気満々でいるよただ 今までみたいにもうこんな「ああああああ」みたいないう画面いろいろあのこうやって「はあはあはっていろいろと動かしまくって汚れたお家をさらさないように <laughs> 気をつけることにしましたので。 <laughs> ごめんなさい <laughs> ちょっと何にも考えてなかった結構危ないこと何度かあったな私お見えたみたいなの結構あっただからちょっとちゃんとあの背景はそんなにないところでこれから配信しますので。 結構かかったよねなんか多分みんなとかさなんか一回さなんかちょっとさ、ま、天井はいいじゃん正直こうやってさ、ま、正直よくもないけどこうやって天井映してたらさパパがこうやってなんか覗いたことあったらしくて。<laughs> パパがなんか。 携帯置いてるなって思って画面の覗いたら「配信してたんだね」って「パパ覗いちゃってよ」って言われてなのにコメント欄誰も触れてなかった「今一応男の人が」とかさなんか「誰か映った」とかさ「放送事故わら」とかそういうの全く書かれずに何事もなかったように。 だからなんか内心パパ帰ってきてこれ私の携帯覗いちゃったらおもろいなとか思ってたんだけど何にもコメント欄ないからあ別に平気だったのかと思って配信終わって終わってからパパに「覗いちゃってよ」って言われて <laughs> 覗いたんだ誰も触れてなかったなと思ってママが何度も見たこともあるしでも誰もみんな気にしない いつもいろいろ映りすぎて、はあ、ありがとう <laughs> パパかスタッフさんとかマネージャーさんとか <laughs> 優しい <laughs> 今ね、うん、そうもうやめよう放送事故はまあ別にね見てくれてる方たちだけだったらそんないいんだけど切り取りとかさなっちゃってあとからさその配信見てないで見た人はびっくりしちゃうと思うから大人になりました 自らんんでる放送事故なんだよな、だよ私 <laughs> 毎回 <laughs> 私がいろいろ携帯持ったまま移動するから移るんだよねああさってもう舞台の通し稽古って。 やばーい。明日はね、2曲振り入れあるんだ。結構ダンス多いんですよ。今回の舞台、出来損ないと呼ばれた元英雄は、実家から追放されたので好き勝手に生きることにした。結構多くてですね、ダンスが。歌はないんですけど、 だしなんかめっちゃいい曲多いめっちゃいい曲多いくてなんか好き見てて楽しいと思いますコミコは治ったのかないや今は薬とロキソニンが効いてるあ病院行ってきました病院行ってきました内科に。 大学病院レベルの内科に行って血液検査とかいろいろしてまあちゃんと病院に来たから良かったなって感じです実は朝一で病院行ってたんです <coughs> だからまだぶっちゃけ痛いは痛いけどでもあのお薬もらってで前までロキソニン飲んでも全く効かなかったんだけどロキソニン飲んだら効くレベルになりましただから今飲んだのですっかり痛くないです今はただ多分さずっと腰痛いのさ あの行ったって感じで守ってたから痛いんんだよねなんかもう本当は近くの内科行って見てもらってもし分かんなかったらっ大学病院行こうとみたいな大きい病院行こうと思ったんだけどその2回行く時間がなくて。 で自分が絶対的できるっていうあの曲のレッスンの時に実は休ませて頂い,いて行ってきたから2回行く時間が本当にないもうしょうがない最初から行くかってことでちょっと行ってきましたそう痛み止めが切れるとったそうやね。 痛いのーなんかずっと痛いのてか今日レッスン9時までの予定だけど絶対押すなこちらこちら絶対押す自信があるじゃ一瞬確認していい えあと2分だけど。